割れました。前髪がなんかもうノーセットみたいになってる。ご飯食べます。いただきます。こんな時間にポテト食べたら太るって分かってたけど、ちょっともう無理だった。今日はごめんなさい。いつもの場合運動しました。いつもの場合運動しました。なんか疲れすぎて声が枯れてる、なんでか知らんけど。やばい。でもね、今日もね、覚え事しないといけないから。2日間あるじゃん、10周年で。それ今日は1日目のまあこっからここまでやるみたいな決めてやったんだけど、まだ全部はやってないんだけど今日ね。そんで明日26のなんかやってないとこやって、27のなんか後半部分やって、日曜日に27を全部やるみたいな。感じなんだけど。どちらかというと27の方のセットリストの方がやばくて、私的に。でも全然まだ一個も覚えてないからちょっとやばい。今日徹夜して覚えます。何時に寝れるだろう。マジで疲れた。でも今回やっぱみんな結構なんだろう、大変だから結構苦戦してた。みんなも宮直さん、熊のぬいぐるみありがくま。宮直さん、熊のぬいぐるみありがとう。
今週も来週もずっとリハだから、今日19か、本番までずっとリハ。もうさ、朝7時半からずっとこれだからさ、髪の毛もボッサボサだしさ、前髪ももう終わってる。汗はかいてないんだけど、本気で踊ったわけじゃないから。いや、なんかさ、夜にやった方がさ、まだなんだろう、睡眠時間のこと考えながら、まあもうこんな時間にし、さすがにそろそろ寝らんとなとかって思えるじゃん。でも朝ってさ、朝に覚えるってなると、うわもうこの時間や、もう出らないかん、うわやばいやばい全然覚えてないとかなったら嫌なんだよ私。だから絶対覚え事は夜にはや、あ、いや朝にはやんない。絶対自分の睡眠時間を削ってでも夜にやる。ああ、それ言うよね、なんか寝ないと頭に入らない、勉強と一緒で、いくら徹夜で勉強しても結局睡眠を取らんと頭に一個も入らない。いや寝るは寝るよ。でもそのいつもみたいに12時までには寝るとかお布団に入るとかそういうのじゃなくて、まあ明日学校はないから、そのある程度、まあ、自分が覚えられるところまで、ところまでっていうか、とりあえず27を覚えてないやつ覚えてやんないと、急遽明日なんかここだけやりますとかなったらさ、自分が焦るから。だからとりあえず覚えるやつを全部覚えるまでは寝ない。頑張ってもでも3時とかまでしかできなさそう。もう最近さ、なんだろう、まあ、昨日とかもインスタライブ終わった後すぐ寝たからね、なんか眠くないとか言ってたけど、なんかいつの間にか寝てた。本当になんか前みたいになんか朝7時までとか起きれんくなって、徹夜っていうかオールとかもなんかできんくなって、山本浩平さん、熊のぬいぐるみありがくま、山本浩平さん、熊のぬいぐるみありがとう。めっちゃ喉乾いてる今。
これまだ15分経ってないよね。うん、インスタライブはもう多分一生治んないかも。多分ね。神さん、熊のぬいぐるみありがくま。神さん、熊のぬいぐるみありがとう。疲れてる。ん？山本浩平さんタワーありがたわ。山本浩平さんタワーありがとう。ありがとう。世界一可愛くない顔でありがとう言っちゃった。明日はまたギフト投げたら HKT アバターもらえる日やね。うん、そうなの。てか本番までマジでずっとリハだから、なんか本当は23が携帯の予定だと入ってなくて、うわ23だけなんでやろう、なんで休みなんやろうと思ったけど、まあ普通に世間的には祝日じゃん。だからあ、なんかそういうなんかまあ普通にリハができない理由とかもあったのかもしれないけど、なんか休み本番前やしさ、休みあるんかなと思ってたらね、普通に入ってたリハが。来週は火曜日が祝日じゃなかったっけな。スリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま。スリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。てかなんかさ、最近さ、まあ私足痩せのダイエットではないけど、まあダイエットっていうのかね、これはもうやってるじゃないですか。だからなんか最近ね、すごいなんかそういう人のそういう部分気になっちゃって、あのなんかあの子めっちゃスタイルいいなとかさ、なんかあの子めっちゃ顔ちっちゃいなとかさ、マジなんか羨ましくなっちゃう。危ない、今飲み物が変なとこ入るとこだった、危ねえ。こんなもんばっか食べてるから太るんだよね。なんかマジ顔が丸すぎてさ、自分でも自覚してるからさ、なんかなんて言うんだろう、顔ちっちゃいって言われる言葉がもう信用できなくなっちゃって、はいはいって思っちゃう。ひねくれてる？これって
見にくれてるか素直に受け止められんくなっちゃった。でもさ、なんかさ、まあダイエットとか顔とかはさ、あの痩せようと思ってさ、まあ、ダイエットすればさシュッてなるやん。だからまだ自分でさ努力すれば治せるところじゃん。でもさ、私自分の体で本当に一番嫌いなとこがあって、もう本当コンプレックスに近いんだけど、これ私胴が長いんですよ、めちゃめちゃ。なんか普段はやっぱそういうのあんまりこう、なんだろう、胴長いなっていうかスタイル悪いなって思われたくないから、そういう、まああんまりこう腰回りが見えないというか腰回りが隠れるようなファッションだったりしてるんですけど、私本当に胴が長くて足が、まあ、短いわけではないけど胴の方が長いんで、マジ腰の位置が低いんですよね、そもそも。でもそれって何をしても自分で努力しても直せない部分じゃないですか。もう元々生まれた体型だから。でなんかまあ最近の子ってやっぱ足長い子が多いし、腰の位置もめちゃめちゃ高いからさ、なんかほんとみんなが今日リハーサルでね踊ってる時とかに、まあ、ぼーっとしてたんだけどなんかやっぱ自分のコンプレックスに思ってるところにやっぱ自然と目がいっちゃうからさ、わあの子腰の位置高いな、足長いな、いいなってずっと思ってた。そう、ぼーっと見ててしみじみ。スタイルいい、良くなりたかった。腰の位置なんか別に普通で良かったの、高いとかじゃなくて腰の位置別に普通で良かったんだけど、私マジで胴が長いからもう本当に嫌だ。だからなんか普通にあの腰の位置が、まあ、高くない人も高い人も履いたらなんかめちゃめちゃこうスタイルがよく見えるようなやつでも私は全然似合わないから羨ましいなって。もなんかハイウエストのものとか履かないとそのなんだ胴が長い分そこをハイウエストで隠さないとあのスタイルがよく見えない。応援衣装でおへそ出してないのはそういう理由から。ん私結構へそ出しのやつが割り当てられることが多いんですけど、逆に何の公演だろう。ダメだ、なんか疲れるとさこういうネガティブな発言ばっかしちゃうからめんどくさい、自分がだるだるいだるい。いいのよみんな違ってみんないいんだからって分かってるんだけどさ、なんかねネガティブじゃない、あの疲れてるとねどうしてもこういうなっちゃうの、ごめんねみんな。ちょめんどくさいけどさ言ってて思う、自分でもわ今の自分めんどくさいなって。でも今日はマジで鬱になるかと思った、本当に。
6時間以上ずっとレッスン場にこもってたから、マジで鬱になるかと思ったでもね、途中なんかまあ自分が出ない曲とかはさ、まあ休憩っていうか別の部屋で待機、会議室みたいなとこあるから別の部屋におる人もおるし、なんか廊下とかで確認してる人とかもいろんな人がいるんだけど、その時にの事務所だからマネージャーさんたちのなんかパソコンデスクのとこの後ろにある窓からお月様見えたよ。うん、月食してたでも今日帰ってくる時に見たらもうまん丸だった。わいが見た時は三日月よりももうこんぐらいしかなかった。うん、今までの周年でダントツでやばい。今回のが一番大変。まあ、今までのもさ、なんかやっぱ自分たちの曲じゃない曲とかもやってきたじゃん。なんかこう歌謡曲っていうかさ、昔の曲を踊ったりとか、まあ、そっちもそっちで振りを新しく覚えなきゃいけなかったから大変だったけど、なんかここまで大変なのはあんまりなかったかもしれないって思うぐらい、なんかみんなやばそうだった。うん、単純に曲数が多いと多い、うん、ぼーっとしちゃうわ。周年は毎年2日間ではないと思う。昨日は普通に何もなかったから疲れて見えたのは気のせいじゃないかな。リハはなかったですよ昨日は。今日から始まったんでリハは。
そうね、前夜祭はやってた時とかは2日間とかだったけど、でもなんかそれ以前にだってなんか何周年とかはもう忘れたけどさ、リバイバルとかやった時はなんか3日間ぐらい続けてやったみたいな時あったくない？ちょっと忘れたけど、何周年かとかなんか3日間ぐらい続けてやった時はなかったっけ？ないっけ？なんか 3日間やった気がする。しかもなんかあの時はさ、たまあ一番スタッフさんが大変だったと思うけど、そういう周年系ってやっぱり深夜までなんかやってたじゃん、普通にね。なんかファンの人も椅子で寝ていいですよみたいな感じの今考えたらちょっとよくわかんないけど、なんかメンバーも寝ていいしファンも寝ていいみたいなイベント、ちょっとよくわかんないけどさ今考えたらね、なんかあの時はさ、面白そうみたいな感じだったけど、今考えるとどういうイベント結局みたいな感じになるけどさいや普通に眠いよ、公演した後にあんなことするのはしかも次の日また早いし、朝何なのマジあん時の思い出ないもんマジで。思い出ってか、なんか何したかもう覚えてない、マジで何したって感じ記憶がないもう。なんかそういうことしたなっていうのだけは覚えてんだけど、なんか内容覚えてない、どういうことしたかとか。はあれはマジでやばかった。でもあの時が一番多分きつかったんじゃないかな、体力的に言うと。今回は覚え事がやっぱ多いから曲数も多いし、なんか頭のキャパがいっぱいいっぱいって感じだ。本番は別にまあなんかちょこちょこ早着替えとかがあって、まあメンバーそれぞれ大変だなって感じだけど、その何周年か忘れたけど、そのお泊まり会した時のは体力的にというか体的に一番きつかったもう覚えてないもんだって、何周年だったあれは。周年の思い出って思い出ってか周年の記憶ってマジでないんだよね本当に。何した感じ、毎年毎年。ごめん。前髪が今日なんかふわふわしてた前。よし、そろそろ終わろう。もう覚え事しなきゃいけないから、早めにお風呂に入って覚え事するぞ。一度でいいから周年劇場で見たいです。そうだよね、しかも2日間あるんだからさ。てか
なんか周年の時ぐらいさ、まあそんなこと言ったらまあ大変だけどさ、なんかこうお客さんの入る数戻してほしいよね。レフさん、クマのぬいぐるみありがくま、レフさん、クマのぬいぐるみありがとう。明日12時から二次申し込みあるって。明日12時ってことは日付変わった12時ってこと？0時ってお昼の0時？もうリハしとるで、お昼の0時は。まあでも300人でも当たんないけどさ、でも600人は見れるわけじゃん、劇場でさ。でも今はそれの半分ってことでしょ？半分以下ってこと？150人も入れるか入れんかぐらいでしょ今。だって2回で300人と2回で600人って全然違うじゃん、2倍違うじゃん。まあでもね、こればっかりは仕方ないのかもしれないけど、なるべく多くの方が2次なんだ、2回目の受付で当たることを願ってます。え？半分以下じゃん、じゃあ見れる人やば。ああ支払い忘れ分、もったいない、当たったのに支払い忘れたからもう無効ですってことやろ。うわもったいな、わりだったらそういう支払いもうすぐ行くのにな、夜中でも行くよ。だってね、見たいもんね。だから好きなアーティストさんとかのオンラインライブとかがあってさ、オンラインとか普通に誰でも見れるじゃん、チケット頼めば、頼めば買えば。だから普通にチケットを購入して、なんか翌日っていうかさ、翌日じゃない、なんかこの日までにお支払いくださいみたいなの来るじゃん。でもなんかその日までにとか言うとすぐ忘れちゃうから、私だからもう申し込んですぐコンビニ、歩いて5分もかからないところにコンビニあるから、そこでやってすぐ。別に抽選とかじゃないから、私はその支払い忘れの人とかないんだけど。すぐ行く、物事すぐ忘れちゃうタイプ。散歩歩いたらすぐ忘れる鶏です。よし終わろうね、みんな眠たくなってきちゃった。眠たい、もう今日7時半からずっと起きてんだもん。体が正常だ、健康体だ、いいことなんだけど、これからまたお風呂入って覚えことしなきゃいけない。泣いちゃう。よし頑張ろう。では皆さんありがとうございました。明日も頑張ります。ランキングを読みます。
13位あゆそんさん、12位すずともたんたんさん、11位ついてるさん、10位じょうびんさん、9位ぽぽさん、8位せりちゃうどんさん、7位こまこまさん、6位ほえさん、5位レフさん、4位宮直さん、3位神さん、2位セリ様さん、そして1位が山本浩平さんでした。ありがとうございます。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さん、ありがとうございました。明日は、予定では夕方ぐらいには終わる予定なんですけど、まあ今日みたいに多分伸びちゃう可能性の方が大きいと思うのでポテトが変なとこ入った。なんで、まあまた今日みたいに多分この時間から配信しますよっていうのをツイッターでお知らせすると思います。なんでツイッターをまだフォローしてない方はぜひフォローしていただいてチェックしてくださると嬉しいです。ベルマーク、通知マーク押してたら、まあ、通知、私がツイートした時に通知が行くので、まあそんなもうどうしても見たいよって人がいたらぜひね、その通知マーク入れてくれると嬉しいなと思います。まあたまに不具合で来なかったりする時もあるみたいなんですけど、それはまあ SNS だからしょうがないよねってことで、はい、文句は受け付けません個人差がありますということで、では私はお風呂に入っていきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。バイバイ。